あばらを動かすことにハマってるんですけど、あばら、あばら、くびれ感がすごい、すごいですね。どうでしょうか、どうでしょうか、おうちになっていることなんですけど、うん、私今ストレッチエクササイズにハマっていて、特にあばらを動かすことにハマってるんですけど、はい、あばらこのここですね、ここを動かすと、はい、あの自然とくびれができるんですよ。へえ。で背筋も伸びるみたいな。でちょうど旦那さんがその車を運転するレーサーをやってて、そしたらここがすごい固まるので、はい、でそれを普段全然すごいとか褒めない人なんですけど、毎晩一緒にストレッチをやってすごい変わったって言わせるのが夢中になってます。本当に幸せな話。そうね、ちょっとそうなんですよ、すごいいい形でサポートにもなってますよね。全然サポートできないんですけど、ね、いやでも体が変わるといろいろ体感とかも変わってきそうだから。そうなんです、呼吸もやりやすくなるので、今どのぐらいやられてるんですか。今一緒にやって3ヶ月ぐらい。変わった実感はあります。あのすごいあばらのここのなんかラインが、うん、できてきました。でももともと痩せてらっしゃるから、元々細くていらっしゃるけど全然わからない、ね、でも確かにくびれが、私ちょっと後ろ横から拝見してますけど、うん、くびれ感がすごい素敵な。やっぱり どう動かすんですか、そもそもあばらを動かすって。とにかくここを押さえて押さえながら伸ばすとか、あばらを押さえて伸ばす、内側に寄せながらこう体側を伸ばすとか、でねじるとか、はい、それが整うんですよ。整う、そうなんですね。